今日はよろしくね、はい、よろしくね。質問するから答えててね。 OK じゃあ行こう。今日の気分は？今日はまったり。今朝の朝食は？今朝はね、晩ご飯食べてから16時間は食べないようにしてるから、うん、朝は食べない派。なるほど。今日のコーディネートのテーマは何？今日はね、この赤いスカートが着たかったからこれを中心に全部決めたよ。メイクのテーマはある？メイクは今日は、開運メイク。開運メイクって何？開運メイクは、開運メイクのスペシャリストの木村玲子さんという方がいらっしゃるんだけど、その木村玲子さんがピンクを取り入れた方がいいって言ったから、これアイラインとかもピンク入れたりとか、チークもピンク入れたりとか、ピンクを取り入れている。最近髪型変えたけど、なんで？来年の1月にあるプロジェクトが始まるんだけど、そのプロジェクトに向けて変えてみた。なるほど。アクセサリーはシルバーとゴールド、どっちが好き？ゴールド。今日はゴールドが多めだね。そうだね、うん、いっぱい。好きな色は？レインボー。好きな食べ物は？発芽酵素玄米。食べれないものはある？激辛系。好きなドリンクは？常温のお水。スタバに行ったら何を頼む？カモミールティーラテをアーモンドミルク変更をシロップ抜きの、ライトホット。お酒はよく飲む？週 1,2 回。好きなお酒は何？バーボンとブランデー以外。最近のマインブームは？BTS。 メンバーの中で一番好きなのは誰？ V 君です。あ、でも結婚するなら J-HOPE もいいなって思ってます。 BTS で一番好きな曲は何？いや、もう選べない選べない、もう全部さらへんよ。恥ずかしい。マリアちゃん、気を取り直してまた質問していくね。はい。10億円持ってたらどうする？10億円 BTS に会いに行くために使いたい。無人島へ行くなら持ち物は3つまで。マリアちゃんなら何を選ぶ？何泊？永遠。バーベキューセットと、ヘリコプターとイケメンのパイロット。都会と田舎どっちに住みたい？都会かな。なんで？便利だから。マリアちゃんにとって家って何？唯一こう裸になれるところ。愛とお金どっちが大切？この年になるとね、お金かな。理由はほら、愛ってさ、こう冷めるときはさ、5秒もね、またずとも冷めるときがあるじゃない？それがお金をほら、自分の頑張った結果でね、貯金してね、貯めてね、残るためにとかいろいろ使える。裏切らない。裏切らない、そう、それが言いたかったね、そうだね。小さい時の夢は？ケーキ屋さんかな。今までやった中で一番クレイジーなことは？日本酒を飲みすぎて3日酔い。3日酔い。記憶は？1ミクロもない。やばいね。やばい。5年後はどうなってる？自分人生史上一番幸せになってる。最高だね。最高だね。人生最後の言葉を選べるなら何て言う？アリーナに叫ぶ勢いで、最高だね。最高だね。なんだろう、これ変なポジティブ感は。今日の Q&A はどうだった？今日はね、面白かったです。普段仕事で聞かれるような質問と全然違って、なんだそりゃみたいな質問がたくさんあったんですけど、でもある意味こうラブマイセルフ、こうなんか、まあ、新しい自分を知ることができた時間だったかな。そうだね、こういうことに頭と、そう、心をこう
なんていうのかな、こう使うっていうのもいいのかもしれないですね、うん、なんか本当に全然こういうきっかけがなかったら考えないことだもんね。そう、でも面白い。なんか私も逆になんか友達たちに聞いてみたくなりました。あの人だったらなんてことあるんだろうなみたいな、うん、だから本当面白かった。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっと忘れた頃にまたぜひやってください、うん、ぜひぜひ。またね。はい、またね。